愛です。あかりだよ。ステーブルディフュージョンウェブ UI の使い方がよくわからない。愛知、教えてちょうだい。ステーブルディフュージョンウェブ UI を起動したはいいものの、どうやったら画像生成できるのか、各設定方法がどういった役割になっているのかわからないと思います。この動画ではステーブルディフュージョンウェブ UI の使い方について詳しく解説していきます。モデルの選択について、左上にあるステーブルディフュージョンチェックポイントと書かれている項目では、シリット AI やハギングフェイスなどのモデル配布サイトからダウンロードしてから導入したチェックポイントモデルを選択することができます。ここでローラモデルは使えるのかな。左上の項目で選択できるモデルはチェックポイントしか読み込めないから使用することはできないよ。ローラモデルがここで選択して使えると勘違いしやすいです。仮にこの場所にローラモデルが表示されていて使おうとするとエラーが発生して使えません。チェックポイントのモデルとローラのモデルは似ているようで別物と考えた方がいいです。チェックポイントモデルとローラモデルってどうやって判断できるのかな。これら2つの見極め方としては、モデルデータを配布しているサイトから確認して把握する必要があるよ。例としてシリット AI ですと、チェックポイントモデルの場合はこちらのようにチェックポイントと書かれています。ローラモデルの場合はローラと表示されています。ローラモデルは特定のアニメキャラクターに似せるための用途として基本的に使う場合が多いです。例えばですが、チェックポイントモデルで初音ミクのキャラクターを出したいときに、初音ミク専用のチェックポイントモデルなら画像生成することができますが、そうでない場合は何回も画像生成のガチャをする必要があり、モデルによっては何度画像生成してもずっと出てこない場合があります。特にマイナーなアニメキャラクターでは出ることがありません。これを初音ミクの画像生成に特化したローラモデルを追加させて使った場合に、初音ミクが生成しやすくなります。初音ミクの特徴を追加で学習させているから生成しやすくなるわけです。またローラモデルには特定のキャラクターを似せるだけでなく、ローラモデルの影響度数値を小さくして違う人物にさせたりすることもできますし、ローラモデルを2つ以上追加して混ぜて使うことも可能です。ローラモデルは別の項目から使う必要があるのですが、ローラモデルの詳しい使い方については概要欄に貼っている動画リンクで分かりやすく解説しているので、よければ見てください。画像生成する方法について、設定が完了して画像を生成する場合は、右上にあるジェネレートと書かれた黄色のボタンをクリックすることで開始されます。画像生成中に停止したい場合はインタラプトのボタンを押すことで可能です。テキスト2イメージについて、テキスト2イメージの場所ではテキストから入力したものを画像に変換させて生成するための項目です。上の部分ではプロンプトと呼ばれています。ここではどんな画像を生成してほしいのかを英語の単語または言語を入力してください。基本的には単語で入力した方が画像生成されやすい傾向にあり、何を入れているのか把握しやすいのでおすすめです。下の部分はネガティブプロンプトと呼ばれています。ネガティブプロンプトの使い方についてですが、例えば一人の人物が画像生成されたとしましょう。この時に複数人を出現させたい場合、ネガティブプロンプト内にソロと入力した場合に、一人だけ画像生成しないようにさせることができます。要するにネガティブプロンプトはいらない要素を消すための項目ということです。ですが必ずそうならない場合があるということを理解しておきましょう。何回も画像生成をする場合もありますし、モデルデータによっては複数人の画像生成ができない場合がありますから、うまく生成できない場合はモデルを変えてみて試してみることをおすすめします。プロンプトはこうしてほしい、ネガティブプロンプトではこれをやらないでほしいということを覚えておきましょう。試しにプロンプトの項目で森の中で一人の女性を生成したい場合に、英語でフォレストワンダールと入力します。単語と単語の間にはカンマで区切っていった方が最適な画像生成のイメージになりやすいです。こちらは画像生成した結果です。うまく女性が森の中にいる画像生成をすることができているね。このようにテキスト2イメージはテキストから画像を生成するための場所になっています。サンプリングメソッドについて、サンプリングメソッドでは
画像生成の品質の仕上がりに違いが出ます。初期設定ではオイラー絵になっていますが、モデルによってクオリティが変わってくるので、試しに1枚ずつ生成して確認することを推奨します。いくつか比較してみます。こちらはオイラー絵です。こちらは DTM++2SA、 こちらは DTM++SDA カルラスになります。どれも同じに見えますが、一つずつ使っていくうちにこのサンプリングメソッドが良いというものが出てきます。おすすめの設定はあるのかな。綺麗に画像生成されやすい私なりのおすすめ設定はカルラス系と DDIM になるよ。これらのサンプラーは比較的クオリティの高い画像生成がされやすいので試してみてね。了解。サンプリングステップスについて。サンプリングステップスはノイズを除去する回数になります。そう言ってもわからない人は多いはずですから、クオリティを上げるための設定だと思っておきましょう。サンプリングステップスの根を大きくするほど綺麗な仕上がりになりやすいですが、その分生成するのに時間がかかります。試してみたのですが、アニメ風のイラストでは20の設定でも良い品質になりますが、実写のようなリアル系の場合は40以上で合わせた方がいい傾向にあったので、参考程度に設定してみてください。先ほどのサンプリングメソッドとサンプリングステップスの数値を試行錯誤して綺麗な画像に仕上げましょう。リストアフェイスについて。リストアフェイスはジェネレーティブフェイシャルプライアガン、略して GFP ガンと呼ばれる技術を使用しています。 GFP ガンは顔の形や表情の特徴を学習しており、生成画像の品質を向上させるために使用されています。画像生成して顔が崩れやすい場合にリストアフェイスにチェックを入れて生成することでバランスを整えて補正してくれるわけです。ですが必ずしも綺麗に修正してくれるわけではなく、逆に質を落としてしまう場合もあります。アニメ風の画像生成でリストアフェイスを使うと逆に顔が崩れてクオリティが低くなった感じがするよ。リストアフェイスにチェックを入れて崩れやすくなる特徴として、アニメ風のイラストを生成した場合は逆に目などが崩れて質が低くなってしまう傾向にあるよ。リアル風の画像生成をするときに使用すると良い結果になる場合があるので、崩れてしまう場合は一度試してみてください。チェックを入れて画像生成した作品と入れなかった場合のどちらが良いのかを見極めて使い分けるといいでしょう。タイリングについて。タイリングは画像をタイルのように並べて生成したい場合に有効にするといいとは思いますが、現段階ではあまり良いタイリング画像になりづらいかなと感じます。タイリングにチェックを入れてプロンプトにサークルと入力して画像生成するとこちらのような結果になりました。タイル画像のようにはならず、よくわからない画像生成がされました。何かしらアキストっぽい感じするね。左側の真ん中に少しだけ宇宙空間っぽいものが描かれているから、ダンスミュージック系の宇宙をイメージした楽曲のアルバム表紙に使えそうだね。モデルによっては綺麗なタイル画像を生成することができるかもしれないので試してみるといいでしょう。ハイレゾリューションドットフィックスについて。高解像度で画像生成したい場合に良いのがハイレゾリューションドットフィックスになります。高解像度になる分処理時間が長くなり、画像生成まで遅くなります。チェックを入れるだけで品質が良くなるのですが、ハイレゾリューションドットフィックスの初期設定で満足しない方はアックスケーラーやでノイジングストレングスの数値を変えて試行錯誤してみるといいでしょう。イグストハイトについて。イグスは生成する画像サイズの横の設定です。ハイトは生成する画像サイズの縦の設定になります。右側にある上下の矢印は横と縦のサイズが逆に設定されます。画像サイズは意外と重要です。同じプロンプトでもイグスとハイトの大きさによって生成される画像の構図に違いが出たり、クオリティが変わったりする場合があるので、思ったような構図の画像生成にならない場合は別の大きさに変更すると解決できることがあるので試してみるといいでしょう。バッチカウントについて。ジェネレートボタンを一度押したときに画像を連続で生成する枚数の設定になります。例えば10枚を一度に生成したい場合は10の数値に設定します。生成枚数を大きくするほど生成時間が長くなります。バッチカウントの数値上限では100までしか設定できないよ。
一度に画像を200枚生成することはできないのかな。バッチサイズを使用すると可能だよ。バッチサイズは一度の生成で画像を100枚以上大量に生成したい場合に使用します。例えば200枚を一度に画像生成したい場合は、バッチカウントの数値を100に設定してからバッチサイズの数値を2に設定することで、バッチカウントの 100× バッチサイズの2で200枚の生成が可能になります。 CFG スケールについて、入力したプロンプトの内容にどれだけ従うかの設定になります。最大値の30まで設定してしまうと品質が良くなるのではなく、逆に品質が劣化したりプロンプト内容に従わなくなります。数値が小さすぎても品質が劣化したりプロンプトの内容に従わなくなってしまいます。おすすめの設定値はあるかな。おすすめの設定として、5から10くらいの範囲で合わせると品質の良い仕上がりになりやすいよ。5から10付近を試してみて適切なバランス数値を見つけて合わせてみてね。シードについて、シードは初期設定-1になっていますが、これは乱数が使われている状況になっています。画像生成したシード値の確認は、選択した画像の下にプロンプトなどの情報が載ってる場所にあります。シードの根を固定し、プロンプトを同じ内容で再度画像生成すると、同じポーズでも髪型、体型、手、色の変化が微妙に変わったりする場合があります。例として、1回目に画像生成を行った結果がこちらです。次に1回目に生成した画像のシード値を確認してから、シード内に数値を入力します。そして再度画像生成した場合の結果がこちらになります。頭の部分がフリフリから三つ編みに変わっているね。体勢などはそのままで、微妙に頭の部分が変わっていたり、他の部分も少しだけ修正されているのがわかります。次はプロンプトにイエローヘアを追加した場合になります。ポーズはそのままで髪の色や背景などが変わっているよ。シード値を固定することで、なるべく元画像の特徴を崩さずに髪色や背景などの修正をしたりすることができます。基本的にシード値はこのように使うということを覚えておくといいでしょう。まとめです。テキスト2イメージの設定項目に詳しくなることで、より高品質で可愛いイラストやリアルな美女を生成することができます。モデルによって品質が上がる設定値などが違ってくるので、試行錯誤して自分なりの設定方法を見つけましょう。以上でステーブルディフュージョン WebUI の使い方について解説しました。アイジェネでは生成 AI に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。